おはようございます。メガカスのヤーマンです。新大衆、こちらの動画はもう見ていただけたでしょうか。まだ見てない人はぜひ見てください。本日なんですけれども、スロット3台目ということで、設定狙い、上げ狙いでいこうと思います。どうやら今日の台は裏物疑惑、実際に裏物ではないと思うんですが、裏物みたいに謎に1ゲーム連しまくる台だし、内部的には天国モード32ゲームがあったりとか、ストックをしまくるとか、ボーナスの終わり際に8ゲーム激アツゾーンがあるとか、そんな噂がいろいろあります。心はもうメラメラ燃えてるぜ。一気にまくるぞ。メガカスタムよろしくお願いします。2日間へこみ台で勝負します。入金多分すぐ埋まる。早速出た燃え千葉なんですけれども、前回前々作と同じでチェリーの回数から大当たりにつながるというものがあるんですけれども、さらに単独のものも存在するようで、なんでこの台打ったかっていうと、なんかこの台裏物みたいに1ゲーム連するっていう噂があるんですよね。最後の8ゲームにストックするみたいな高確率があるようで、それを一回体験してみたいなということで、本日は打ちに来ました。果たして体験できるのでしょうか。2回目、お、予告音、予告音からチェリー、これおそらく強チェリー、音的にこれの場合 50% で当たると言われております。頼む、朝一 50%。 とりあえずここはなし。ダメ、俺早速 50% 外しました。ちなみに他に打ってらっしゃる方いらっしゃるんですが、置き時みたいな感じに朝一の32ゲームで光るという雰囲気はなさそう。この辺のね、調査をしようかなと思ったんですけど、仕様的にちょっと違うのかなと。ひどきみたいな感じでモード上げていってどうこうっていう感じのシステムだと俺は見てて思ったので、4回目、また予告音。2回目のキロチェリー、これ5回目です。ここはもう 50% だから来ていいし、5回目だからもう来てもいいんじゃないか。お願いします。ないないない、朝一モーニングいただきました。もしくはキロチェリーから。1番の大当たりです。ありがとうございます。できました。残り8ゲーム、私この残り8ゲームのこれがなければ今日打ってません。どうしてもこの8ゲームがやりたくてやってまいりました。この8ゲームが1ゲーム連の高確率になっているという話、このシステムがここで何か引けば1ゲーム連するのか、ボーナス中に1ゲーム連、もしくは通常時にストップしているのか、何なのかを僕は正直言ってそこまで調べてみてわからないんですけれども、この8ゲームの間にここが燃える技術があるんですよ。それむちゃくちゃ綺麗らしいんで、それ今日見るまではやめないと思って近づきました。ここが裏物みたいな1ゲーム連をするという肝となる部分となります。では行きます。さあ、どんな1ゲーム連があるのか楽しみ。さあ、ナビなし、レア役はなし。さあ、リプレイ。ちょっとこう体感的には南国物語の蝶が飛ぶか飛ばないか、そんな感じのイメージ。止めようって、燃えろよっていう。
殺傷会、ここでの1ゲーム目はなし。こんな長いのこれ。32ゲーム以内連チャンが入っていれば連チャンするという流れになります。よし、いい、朝一上がっててほしい。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、上がってました。今日これ勝ち逃げできるかも。なんかしかも同時点灯っぽい。これモード B 以上とか次回も天国なんじゃないか。連チャンするとここの花形が増えているというのも継承されてます。さあ来ました2回目。戦国中は1ゲーム連ストップしやすいっていうのがあるのかどうなのか分かんないですけど、ちょっと期待していきたい。最大8個ストップするらしいです。リプレイ謎。これが連チャンとして1ゲーム目で出てきたのか、もしくは途中のスイカを僕2回引いてるんでそのスイカで当たってたのか、もしくはこのリプレイで当たったのか、これは謎です。むちゃくちゃ綺麗。伝わるかな。どうしてんの。最大で8個、さっきの効果が生きてくるみたいな。最高。朝一から新高速さん、上島、これ流行るかも。さあお楽しみタイム来ました。3回目このね、波出しの時とかで、ね、むちゃくちゃ楽しいです。ここで告知ある時は私鳥肌立って、裏物みたいな、打ったことないですよ、裏物打ったことないですけど、裏物みたいな連チャンってこういうことなんですね。やべえ、止まらん。1ゲームで2回目です。1ゲームもしかしたらこの世界早かったかもしれない。この8ゲーム間だったらストックしたかも。左、鬼門のラスト1ゲーム、何かあるぞ。
これおかしい。内部的に入ってるそういうモードに。ちなみにこれ乾燥した後も貫き機能を持ってるらしい。おそらく置き時の金時みたいな。さあ今回道具弁当じゃなくて肝弁当。これってこれこれこれってこれこれビッグボーナス。ありがとうございます。いいことです。10台ぐらいこの店あるんですが、同じような状況で朝一一発目天国に上がってそこから連チャンしてる人10台中3台、その他単発だった人が2台です。2分の1ぐらいで朝一早いところで当たっています。もしかしたら朝一狙い有効かもしれません。さあここでレア役を引いてみたい。右左運命のラスト1ゲームない。でもこれ第一戦士ね、ない。まあとうとう1ゲームで終わりました。さあこの後どうなるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、シェリーは出てるよ。10、9、11、2回目。さあこれ13ゲーム目。告知音スイカ16。さあ3回目のチェリー。さあチェリーは寄ってきてる、あっておかしくない。24回目です。24ゲーム4回目。さあもう一回来い。29、30、31。さあここでチェリー4回で、次ラストです。32ゲーム目、ラスト光らず。いやここで5回目。これで32ゲーム目で5回目です。これはあるのか。ない。32ゲームは抜けました。6回目。あるの？天国は落ちました。ただチェリーの連チャンすごいいっぱい続いているような感じはしています。ライブ的にやっぱり天国モードに上がると1ゲーム連としてこう連チャンとして出してくるのかもしれないです。なんともまだわからないです。ただ残りの8回のところで8ストックすること、ストックもあるらしいんで、一概天国で告知されたっていうだけではないっぽい。わからんけど続行していきます。で続行していきます。今遅れてた。7回目、8回目、天国終わって速攻で引き戻し。これ同時点灯じゃない？またボード B 以上とかじゃないか。やべえこの台。さあ続いてる。有利期間切れてないってことだよね。天国32っていう風に僕は聞いたんですけど、もしかしたら違うのかな。詳しい方コメントでお願いします。さあ行くぜ、引き戻しでも。レア役ちゃん、ない。左、右、左、左、
裏返ってるもん。ただのファイン、もう裏返っちゃってるこれ。やっぱそういうモードなんだろうけど。さあ行くぜ。青なら滑った青なら来ました。さあ青なら次回天国の可能性も上がる資産だし、これ一生貫いていくのかもしれない。今日まんまやるかも。朝だけ言わせてください。さあ問題はここカモ。やべえってことだ。渋出すぎて語学力を失います。さあさっきはオナラだった赤、もうオールピンクだよ。やべえってことだよ。ラストナビあり。さあここで1ゲームで終わり。全然チェリーが出ない。12 30 31 32。ラスト変わらず途中青七も出たんですけれども、天国のこの32ゲームでは当たらずで、チェリーもこの32ゲーム間1回も出ませんでした。この時にはチェリーが出まくったんですよね。なのでもしかしたら32の概念があるという話を僕は聞いてたんですけど、その概念ではなく、やっぱチェリーの連鎖みたいなやつで出てくるっていう感じなのかもしれない。まあ、出玉の方がこんな感じ、朝一からむちゃくちゃ伸びてくれました。多分ここでやめるのがベストなのかなとも思うんですが、信頼ということでこのまま続行していきたいと思います。むちゃくちゃ面白い。2回目、3回目なんですが、むちゃくちゃプロってるんだけど、4回目、やっぱりそんなに狂ってないよな、さっきの狂ってはない。204回転、ようやく5回目です。さあ、どうだ。さあ、5回目出てからすぐにチェリー来てるぞ。前兆っぽい動き、6回目。来い。よし、今の多分斜めのベルからこれ来てる。8回目、ベルから来てる。これはあるだろう。さらにさあ横飛んでチェリー。9回目、煽ってます煽ってます。斜めパイン、やっぱり来た。斜めパインからこれ多分変換されるのが上がってる状態、多分前兆状態だと来るのが多くなるんだと思う。あ、これ10回目です。これもあっていいよ。横くんあるよね。11ない、まだない。12あるだろう、あるだろう、あると言ってくれよ。むちゃくちゃ散らされる。楽しい。遅れたよな、今遅れたよな、遅れたと思う。これ13まで来てる。14、おそらく14ないの。これ15、よし15でしょ、決まった。15でした。ちなみに200超えてから10回連続で来ました。初レグ。さあレギュラーでもあります。さあ一発で決めたい、ストップしたい。ラストない。さあやっぱりモードが関係しそうな予感がしますね、ここね。チェリー2ゲーム目に来てる。2回目、3回目、
はい、引っ越した4回目、はい、これコチェリー目あるだろ、これここほらコチェリー、しかも下まで消えてる、天国だろ、大きい方かも、いや、ここは小さい子なんだ、一発天国、これ高設定までありえるんじゃないか、天国に上がってたとしたらここ行っていいと思う、ちょっと下場に行けながら楽しむこともできそうな気がする、ラッキー違い、左500倍突破、あ、500倍突破して1ゲーム連は終了、1回のみ、さあまだあるか、こうなると天国ももう終わってるのかなという気持ちになってしまいそう、そんなに、あ、ただチェリーは来てる、32、ない、おそらくこの台32ゲーム以内の天国で当たるってあんまりないのかもしれないですね、この1ゲーム連で天国に上がるともう1ゲーム連もしまくる仕様なのかもしれません、もうちょっとだけ調査続けていきたいと思います、今のところ自分の中では好設定だと思ってます、4回目、4回目でぶつかった、4です、むちゃくちゃ速い、まだ続いてる、32ゲーム目で元気かもしれない、さあ上がってくれ、あ、31で強チェリー、さあ1ゲーム目32、は、いや第1でした、あれ2ゲーム連続、うん、うん、いや進んでない、次でもいい、32フリーズしてる、してない、してないね、これは上がったんでしょうか、多分上がったってことだよね、ちなみになんですけど1回落ちて1回のチェリーでモードが上がる、多分金属的なもの貫くためにそれがあるらしいんですよ、なので1回のチェリーで光ったとしたら貫いてる可能性もあります、いやー連チャン中ボーナス中に子役一切いけなかったんですよ、それもあるのかな、さあ31で追加、32終了、31で引いた強チェリーはチェリー1回で天国に上がるという噂の萌え芝モードみたいなやつではなかったの、単純に天国であったっていう流れでよろしいでしょうか、トップ10、さあ10で光りました、10以上はまらないぞ、チェリーも1回も天国に32天国に出ました、遅れた、8、9、これ次だ、はい、2連続チェリーは激アツ、またレギュラー、さあまたこれ2数人目です、14でした、10から始まったのかもしれない、またね、またすぐ、
さあ、サンスルーまで来ました。うまくてはない、徐々に削られてる。このチェリー6回目なんですけど、タンチェリーになってる。ちゃんタンチェリー何かあったっけ。超遅れた、むちゃくちゃ遅れた。そういうことだよね、8回目ありがとう。これモード B だとしたらもう上がっていい。またレギュラー。さあこれで4スルー。おそらくモード B にやりたから天国に上がってるかも。ああ、これ上がってる、ありがとう。あれ2回連続チェリアですよね。いい光り方。さあようやく上がりました。全然ハマらないし、いいんじゃない。僕からやりたかったやつやります。天国にもう上がってる状態です。下パネが光るかどうかやってみます。初めてここで予告音。え、さあこれで光るのか。予告音光らず、全く光らず。自力のスイカでもダメってこと、もしくは落ちたってこと。32、まだいた。朝一の勢いがない。終了。やはり1ゲーム連の連チャンが終わったとともに終了しました。こんな感じなのかな。ちょっと全然ハマらない。7回目かな。チェリーが乗せることに成功しました。チェリーが、お前残り3ゲーム。やべえ、楽しい。ドキドキより好きかも。3度目はなし。2回連続ありがとう。まだいる。この8ゲームが楽しすぎて一生打てる。1ゲーム目楽しすぎるんだよ。なんか最後はスイカを取りこぼして終了しました。ただ同時点灯だったよ。無事ダメでした、残念。12回目今日から行きました。はい、もう一丁。ありがとう。おそらくこのチェリーで30回天井です。残り枚数1278。1回ハマっただけでむちゃくちゃ減るのがこいつ。上がっててください。頼む。2000枚、3000枚出てる。1ゲーム連なし。ただ青ならなんで天国の可能性はアップ。本当に？あ
青七上がりませんでした。地獄高設定だとしてもこれもう地獄が始まってるぞ。ここでタンチェリーが出ました。ということはサンチェリーでタンチェが出たんで、これモード B ゾーン、青七もモード B で出たのかもしれません。12回目のチェリー1000枚切るところでした。頼む、モード B なんだからいい加減頼むぞ。スーダンチェリー待ってたやつ、美しい、これ最強のやつ、実はこれ待ってたんです。スーダンチェリー、これ最強上乗せ、この後の7ゲーム毎回乗る可能性あります。一気に大逆転のチャンス、勝った2000枚戻ってくるかもしれません。今最強特化さあ、何も起きてないけどこれやばいです、大チャンスです。いきます、おい、2つ目、さあまたダビがない、いくよ。やべえ、またダビない、青七狙う、あ、ダビあり、これまずいか、いや、なんか喋ってる、せい、さあまたダビない、バー狙う、やべえぞ、さあまた涙い、全部乗るんだが、さあ最後涙い、あれここは乗らない、最後は乗らんのかい。それでも 1,2,3,4,5,6,7 個、多分平均7個だったと思うんで7個乗りました。さらにパトラップ誓ったので、おそらく内部的に 90% モード、このハマりはそういうことだったのね。これ最後になるかもしれません。レッチャーいきます、2,4,6,7連チャー一気にいきます。え、レギュラーもある、1ゲームでレギュラー今までなかったんですけどあるっぽい。さあここで上乗せはせず、1個消費、残り6個、またレギュラー取れました、やばい、超強いところ、あ、特殊テント、高速テント、はい、もうこんな一生終わってよ、全部吐き出せ。大きい方かも、ありがとう、よし、どうした、通った、もう一番、もう一番言われました、もう一番、満タンになったら急に乗らなくなりました。残り2個挟む、いやレギュラー、ここはビッグ、よし、ビッグク、あー、オンレインになりました。さあこれで10連チャー、視聴者の方に教えてもらって裏元すっごいですよみたいな感じで言われたんですけど、このね1ゲーム連の数を見たら確かに裏元チック、あ、まあ裏元打ったことないんですけど、ボールは本当にすごいです。さあこれでストックが切れました、またリセットされてます。
マックスあった枚数のちょうどプラマイゼロぐらいまで約2700枚ぐらい持ってます。ここからパトランプ光ってるんで計測率 90% になってると思います。超時状態、ここからおそらく2400枚ぐらい出るんじゃないかなと踏んでます。目標ここから10連1回目天国にいるよねと OK 青 OK 青まだいるよ。まだまだ燃やすぜ。青い。やべ、止まって。これで3000枚突破。終わった。左。さあ現在13連チャン。22怪しんでね。まだまだあと2回転よ。継続率 90% よ。31、これ絶対勝ってくれよ。5000枚まで見えてるからな俺の中では。32、終わっとるやんけ。最後まで見てくださり本当に今日もありがとうございます。信頼実践4代目ということで朝から燃えちまうってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。個人的に言わせていただきます、お気どきとか最近の鼻毛大好きなんですけど、燃えちま最高に面白かったです。昨日の夜、燃えちま裏物っぽくて面白いですよって DM くれてきた。ありがとうございました。濃いメダルの吸い込みも半端ない。出る時の1ゲーム連の勢いなんて、最近のオキドキの32ゲームを回してドキドキするっていうのも面白いんだけど、8ゲームに昔の南国育ちの蝶が飛ぶか飛ばないか、あと飛んだ瞬間の気持ちいい音、これも最高でした。むちゃくちゃ荒い機種でお隣さんとかでマイナス3000枚とかもあったんですが、僕みたいな高設定っぽいグラフ、最終的にまたマイナスまで行ってから、あのパトランプモード入って吹き返してるような、むちゃくちゃ、なんか高設定でもハマるし、低設定でもワンチャン、すごい勢いで出るんじゃないかなと。なので、むちゃくちゃ荒い機種なので、閉店まであと約4時間から5時間あるんですけれども、最終的に勝ち逃げという形で、今回は。終了させていただきました。そして本日の結果なんですけれども、投資3000円回収なんと5万8500円です。そして今週の4日間の信頼の収支の方がこちら。皆様の応援があってメガカスプラスに持っていけたと思います。本当に皆様には感謝、いつも見ていただき、そしてメッセージ、コメント、いいねボタン、チャンネル登録もしてください。本当にいつもありがとうございます。メガカス諦めずに残りの信頼も頑張っています。最後まで応援よろしくお願いいたします。この後のグラフがどうなったかっていうのはちょっと載せとこうかな。それではまた、バイバイ。